ルイーズ・リントンという芸名で知られるルイーズ・マヌーチンは、スコットランド出身の女優であり、アメリカ合衆国財務長官であるスティーブン・ムニューシンの妻としても知られている。ホラー映画、キャビン・フィーバー・リブートへの出演や、CSI ・ニューヨークや、コールド・ケース・迷宮事件簿といった、テレビドラマへのゲスト出演でも知られているほか、ロサンゼルスにある独立系映画会社ストームチェイサー。 フィルムズの設立者権プロデュースパートナーとしても知られている。リントンはスコットランドのエディンバラにあるマレーフィールドにて3人兄弟の末娘として生まれた。エディンバラの女子高セとジョージスクールにて教育を受けた後フェテスカレッジを卒業した。リントンの実家はエディンバラ郊外にあるメルビル城を所有しており、リントンは休日をその城で過ごす。リントンは 幼少時にザ・ロンドン・アカデミー・オブ・ミュージック・アンド・ドラマティック・アートにて教育を受けていた。リントンの母は彼女が14歳の時に乳がんで死去している。セント・ジョージ・スクール卒業後、リントンはモデル契約を断り、キャップイヤーにザンビア北部へボランティアへ行った後、アメリカ合衆国の大学に進学した。リントンはペパー・ライン大学にてジャーナリズムの学士を取得して卒業し、 西ロサンゼルス法科大学でホーム博士を取得したリントンという性は、彼女の父方の祖父の性に由来するものであり、自己啓発書、新しい私の始め方の著者である、ルイーズ兵と混同されるのを防ぐという観点からも、この芸名が用いられている。リントンは2007年の映画、大いなる陰謀のミス・ m 役で映画デビューを果たしたが、 劇場公開版からは出演シーンがカットされた。2008年にはロイリーのホラー映画519号室にケイティ役で出演した。2009年には男性誌マクシムのモデルを務めた。2012年には自身の兄弟の所有する小舟から名付けたストームチェイサーフィルムズという独立系映画制作会社を立ち上げプロデュースパートナーを務めている。また、 CSI ニューヨークやコールドケース迷宮事件簿といったテレビドラマにゲスト出演したほかクルーにクルーという映画にも出演し SF 映画スキャビンジャースでは主役を務めた2016年にはキャビンフィーバーリブートとイントルーダーに出演したリントンは UCLA マテル子ども病院の理事会とエディンバラにあるフェテスカレッジのオールドフェッツイーン S.U.S. ボードオブトラスティスにそれぞれ所属している。また、彼女は2010年から12年までの間、アースキン、ウンデッド・ウォリアーズ・スコットランドの大使を務めた後、脳法生成異常患者のための団体であるスコティッシュ、バタフライ・トラスト・フォーシスティック・ファイブローシスの大使を務めている。2009年から11年までのインタビューの中で、リントンは1999年のギャップイヤーに、 戦争で荒廃していたザンビアへ行き、彼女がボランティアへ行った村が茂みに潜んでいた、フッツ族の反乱者たちに襲われたことがあったと述べている。2016年、リントンは、この経験をもとに、ベンディホールデントの協調という形で、インコンゴ、S シャドウを自費出版しようとしたところ、激しい非難が寄せられた。この書籍からの抜粋が、新聞テレグラフに掲載された際、 ザンビアについて誤解を与える恐れがあるとして新聞の読者から厳しい視線が寄せられた。その結果、リントンは書籍の発売を一時中止した。チューリンザンビア大使館を含む複数の団体からも白人の救世主の物語を広めかねないという批判があった。その後、リントンは騒動を起こしてしまったことについて謝罪し、 本から得た収益は適切な事前団体に寄付すると述べた。また、テレグラフも事実確認が不十分なまま抜粋を掲載したことについて謝罪した。2005年から2010年の間、リントーンはロサンゼルスの弁護士、ロナルド・リチャーズと婚姻関係にあった。2017年にリントーンはゴールドマン・サックスの元共同経営者にして、 デューンエンターテインメントの設立者であるスティーブン、ムニーシンと婚約を結んだことを発表した。なお、マヌーチンは、アメリカ合衆国財務長官就任にあたり、利益相反を避けるために、デューンエンターテインメント代表の座を辞した。2016年5月上旬に、リントンが新たな役職に就くことが報じられ、上院財政委員会の一員である民主党のロン・ワイデン上院議員の注意を引き、 バイデンは彼女の任命によってマヌーチンが会社から完全に関係を切り離されるのかという質問を送った。財務省はリンデンの役職は無給だと回答した一方、リンデンは5月下旬に最高経営責任者代行の座に着いた。二人は共通の友人を通じて知り合ったとされ、同年6月24日に開かれた結婚式には副大統領であるマイク・ペンスをはじめとする 約300人が出席し、ワシントン DC にあるアンドリューメロンオーディトリアムにて、取り行われた。2017年8月21日、リントンは、夫と共に、ケンタッキー州、フォートノックス行きの政府専用機から降りたところを、写した写真に、自身が身につけている高級ブランドを服やアクセサリーの、ブランド名のハッシュタグをつけ、それをインスタグラムに投稿したことが問題視された。 彼女の投稿を見たオレゴン州の女性が皮肉のコメントを寄せた際、リントンは、私はあなたよりも、アメリカの経済のためにたくさんお金を使い、たくさん税金を払っていると答え、おめでたいまでにわかっていないと述べた。その後、夫妻は旅費を政府に返金した。リントンはこれら一連の投稿を不適切で、無神経だったことを認め、広報担当者の電子メールを通じて謝罪した。 ありがとうございます。